ということでね、今回ですね、こちらですね、指定法ということで、こちらがありますね、小畑城跡、小畑城跡、はい、来てみました。まあ、城跡なんですけどもね、まあ、早速じゃあね行ってみましょう。何でもね、本丸の方がね、本丸の方でですね、井戸があるようなんですが、その付近でですね、何でも白骨死体が見つかったり、そこで自殺をした人がいるようなんですね。で、その井戸というのがですね、この、小畑城が落ちるときにですね、姫が、なんかね、金の鳥を抱えて、お、本丸左ですね、なんか身を投げたって言われてるね、井戸なんですが、そちらをですね、ちょっと行ってみたいと思います。あとはですね、なんかこのそういう関係のね、呪縛霊ですか、がかなり多いらしいんですよね。なんかね、鳥肌が立ってます。久々にちょっとね、やばいのかなって思うんですが、虫がめちゃくちゃいるんですよね。まあ虫除けスプレーむせるぐらいかけましたけど、どのくらいつくのかな、結構長そうな感じはしますね。なんかこれあれだな、下軽トラかなんかで走った跡があんな。入れんのかな車。いや車止めがあったでしょう。まあ管理してる人かもしれませんね。いやー、どこ、これあれですね、上がなんか本丸っぽいですね。ちょいあれですね、あー出てる、本丸右っすね。うわ、なんだ、急になんかバサバサって、うわ、ちょっと呪縛霊の方があれですかね、さばいちゃってますね。まいったな。なんかね、いや寒気みたいなものはあそこのさっき入り口入ってから少ししてからですね、少しぐらい歩いてからし始めましたね。今でもちょっとなんか寒気みたいな、寒気っていうか、なんか寒いぼっていうか鳥肌、そんな感じのは、はい、立ってますね。ちょっとやばいな。いやでもね、こうまだね平坦でいいですよこれ。山梨県のですね、新富城、まあ行ったことあるんですけども、そこですね、めちゃくちゃ階段がきつくて、いやあれはちょっと勘弁してほしいなって、登るの大変でしたね。
お、タケノコか。てかタケノコは何かと思った。ツチノコでも発見しちゃったかな。結構歩きますね。なんか、まあ平坦は平坦なんですけど、下ふかふかなんですよ、持ち場で。まあ歩きやすいところではないですね。でもまあそれがね、定石の魅力っていう。しかもこれ土塁がですね、すごい高いんで、まあ周りね、あんまり何もないから土塁で防御を固めたんでしょうけども、なんだかい、ちょうど話してたらなんか土塁がどうのこうのって、あ、土橋だって。お、なんか階段が見えてきた。そうかな。うわ、ふかふか、すげえふかふか。登んの？これフクロウか？フォフォって言ってんの？フクロウかもしれないですね。森の何でしたっけ？まあいいや。あ、こっちだな。これか。これか。ああ、本丸跡。ありますね。本丸、ああこれだ、定石ありますね。さあ、じゃあここが本丸ということで、おお、近い、フクロウが近い。やっぱ近くでね、ホウホウ言われるとね、ちょっと焦りますよね。よし、何にもまあないっちゃないんですけど、あれ、縦看板なんだ、あれ、縦看板、縦札、あ、この辺でなんかガサッて音がしたな。ちょっとここやばいんじゃね。いや、鳥肌がずっと立ってるっていうのもなかなかないっすよ。お、見えてきたな。なんだ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 、これはどういったものなんだ。うわ、本丸井戸跡、これだ。へえ。現在城内では、はい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 。で、本丸の井戸跡には小畑城落城の時にお姫様が金の鳥を抱えて井戸に身投げしたという悲しい言い伝えが残って、うわ、これだ。ですね、うわ、おお、これですね。まあ今はほとんど埋まっちゃってますけどね。これか、井戸跡。はあ。で、この付近で白骨死体やら、自殺された方もいるっていうことで、自殺したってこの辺の木あれかな、引っ掛けらんねえな。あ、いくらでも引っ掛けるとこあるな。
やい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 や。どうすかね。井戸なめの感じで、うわ虫が、どうですかね。何かこう見える方いますかね。ちょっと夜写真撮ってみましょうか。あれ、ね、ちょっと井戸を取ってみましたけどね、後で見てみます。まあでもこの付近なんでしょうね、目撃例があるっていうのは。本丸跡、いやすげえ山の中で虫がすごい。いやー、うわちょっとすげえ、ちょっと動かないと、動かないと虫がどんどん来る、光に集まってくるんですよね、山の中だから。すげえ。よし、これで井戸の方がちょっとね、さあじゃあいかがだったでしょうか。あーちょっと虫がすげえね。まあ、こんな感じなんですけども、いやここはでもね、やっぱね夜来るとこじゃないかもしれないですね。いや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 、鳥肌が止まんないですよ。さあということで、まあこの辺でね、小畑城跡、まあいろんな呼び方あるでしょうけどもね、そこのねリポートを終了しようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。